ジェレマイア・リッチジェレマイア・リッチは、イングランドの速記者。先駆的な速記法を発表した。おじであるウィリアム・カートライトから速記を教わり、その実践者となった。1646年には、サザークのセント・オリーブ教区で、助産師をしているメリス・ウィリアムズと共に住んでおり、1659年には、ロンドンのスウィジンズレーンに住んでいた。翌年の1660年頃に亡くなったとされるが、 詳細は不明である。最初の著作としてセモグラフィを出版した。この中でこれまでに存在した他のすべての方法の中で最も簡単で正確で迅速な方法である。これはこれまでに存在したすべての方法の中で最も簡単で正確かつ迅速な方法である。と述べている。しかしこの本書の著者であるウィリアム・カートライトが他人のために発明し、 作曲したものであり、個人である著者の直系の老いであるイエレミア・リッチが、ロンドンで1642年に発表している。リッチは、自分がこのシステムの発明者であるとは主張していない。しかし、リッチが1646年に、ロンドンで出版された、キャラクタリー、オア、エーモーストエアシエ、アンドエグザクトメソッドオブショートアンドスウィフトライティングという本では、 おじのカートライトについて研究されていない。他にも、1654年に出版されたセミグラフィー・ウォーアーズ・レアリティ、1659年に出版されたザ・ペンズ・デクステリティ、1660年以前に出版されたザ・ワールズ・レアリティで自分がこのシステムの唯一の著者であり、発明者であると主張している。カートライトが リッチの名を冠したシステムの最初の発明者であることは、速記法の歴史家であるフィリップ・ギブスが見落としていたため、見落とされていた。カートライトが最初の発明者であることが認められるようになったのは、1880年にエドワード・ポックネルがアテナイオン氏に投稿した通信がきっかけである。リッチの死後に出版されたカートライト・リッチ方式の初版には次のようなタイトルが付けられていた。 The Pen's Dexterity Completed, or Mr. Richie's Short, Hand Now, Perfect Taut, Richie's Neighbor Done by Making Publish in Print, Because It Would Have Hindered His Practice, London, 1669. この著作の第6版は1713年に、第15版は1750年に、第19版は1775年に、 第20版は1792年にリーズで出版されている。リッチの編集者や改良者には、ウィリアム・アディ、サミュエル・ボトリー、ナサニエル・ストリンガー、フィリップ・ドドリッジなどがいた。ジョン・ロックもリッチの速記法を称賛していたが、この速記法は広く普及した。1659年には速記法で書かれた詩編集が出版され、同年には、 新約聖書も出版されたが、そこには多くのパトロンの名前が記されていた。2011年10月、BBC のアンティークロードショーでリッチのミニチュアバイブルが紹介されたが、その価格は1000ポンドから1500ポンドであった。ありがとうございます。